どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、アメックス決済のね、修行におすすめさせていただいている、アメックスのクレジットカードを経由して、楽天キャッシュを購入していただいて、楽天証券で投資信託をね、購入する方法の、今回は実際の利用方法解説、やっていきたいなと思います。ということで、今回もね、なかなかまとまらないね、始まりだったわけなんですけども、前回ですね、こちらの動画をね、出させていただきましたよね。まあ、こちらはね、実際にルートを見つけましたっていう動画で、まだね、実際にはやってなかったわけなんですけども、今回ですね、このね、アメックスのクレジットカードを使って、楽天キャッシュを購入して、楽天の投資信託を購入していく、実際のね、利用方法ですね、解説ね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、こちらね、マリオットアメックスプレミアムカードも年間400万円決済するとプラチナステータスになれたり、またね、ヒルとアメックスありますよね。こちらは年間200万円ね、プレミアムカードの場合は決済していただくとダイヤモンドステータスね、なれたりしますし、またね、アメックスのクレジットカードはね、決済仕様ね、結構ありますので、まあこういった方で決済ね、積まれたい方はですね、こちらね、かなりおすすめっていう風になっておりますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、前回のね、おさらい簡単にね、やっていきたいなと思います。まずね、ルートはね、こういった形になっておりまして、各種のね、アメックスのクレジットカードから、このね、aupay prepaid に Apple Pay でチャージしていただいて、そこからまた Apple Pay で、近くにね、ミニストップがある方はミニストップなんで、ワオにね、チャージ、Apple Pay でしていただいて、もしね、ミニストップがありませんよっていう方はですね、7個にですね、Apple Pay でチャージしていただいて、楽天キャッシュをね、購入していただくっていうね、こういったルートになるんですよね。で、こちらね、ミニストップが近くにある方はですね、ぜひね、ミニストップでワオンで、この楽天キャッシュね、購入していただきたいなと思うんですけども、で、今回ね、実際に利用して、このね、1% 還元もですね、確実に取れるっていう風になりますんで、これね、セブンイレブンで7個でやる場合はですね、還元がないわけなんですけども、ミニストップでワオンでね、決済していただくと、こちらね、電子マネーで、電子マネーね、買っているわけなんですけども、これでもね、還元が取れるっていう風になりますんで、これね結構おすすめです。ですので基本的にはね近くにミニストップある方はまあワンでやっていただくのがねおすすめっていった形になります。で今回のねこの全体のルートなんですけども必要なものはですねいくつかありまして、まずねこちらほとんどのチャージをねApple Payのチャージでね行うっていう風になりますんで、iPhone がね必要になります。ですので Android 携帯ね保有されている方は残念ながらねこちらのルート利用することができないっていった形になります。で次にですねこちらの aupay prepaid カードですね、こちら aupay のクレジットカードではなくて aupay のプリペイドカードっていう風になります。 aupay のね残高と共通されているこちらねまあクレジットカードみたいなプリペなんですけども、まあこちらがね必要っていった形になります。でこの aupay prepaid っていうのはですね au自分銀行もしくは au のね回線が持ってないとこちら発行することができないっていう風になりますんで、まあ個人的にはですね私こちらの動画もね解説出させていただいておりますけれども、 au 自分銀行っていうのは資金の移動だったりですね結構ね簡単に毎月ね1680ポイントねもらえるっていう風になりますんで、まあ我が家はね夫婦でやっておりますので3360ポイントかな、はい、もらえてるっていう風になりますんで、これね結構いい金額のポイントがね資金移すだけでねもらえるっていう風になりますんで、これもね解説動画概要欄に載せておきますので、もしやられてない方はですねぜひね利用していただければなと思います。で近くにねミニストップがある方は iPhone のアプリのワオン入れていただいて、もしねない方はセブンイレブンっていう風になりますんで、7個のねスマートフォンアプリを iPhone の中にね入れといていただければなと思います。まあ必要なものはねこういった感じになっておりますので、これがあればですねあと楽天証券、楽天証券の口座もね必要っていう風になりますんで、もし楽天証券ね口座開設されてない方は楽天証券のね口座もまあ投資信託ね購入するっていう風になりますんで、こちらね必要になっていくっていった形になります。でこの楽天キャッシュって何ですかっていう話なんですけれども、まあ楽天キャッシュはですね購入できるねポイントっていった形になりまして、楽天ペイとかでもね利用することができるんですけども、まあ今回の動画ではですねまあできればね投資信託を購入していただいて、まあ長期的にね運用していくとまあお得になる可能性がね非常に高いのではないのかということで、まあ今回の動画ね出させていただいておりますんで、まあ楽天キャッシュでね消費したいっていう方はね別に利用していただいてもねいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ基本的
的にはね、まあ投資信託ね、運用していただいてっていう感じですかね。はい、ということで実際のね、利用方法ね、やっていきたいなと思うんですけども、ではまずですね、au pay プリペイドにアメックスからね、チャージしていきます。ですので au pay を開いていただいて、はい、で au pay ですね、で au pay のチャージですね、チャージしていきます。で今回ね、クレジットカードのチャージっていう風になりますんで、私はね、もうこの今回ね、マリオットボンボイのプレミアムでチャージするんですけども、もう番号が入ってるんでね、こちらポチって押してチャージしていきます。ということなんで、どうしましょうかね。まあ1万円入れときましょうかね。まあもうね、今日買ってきたので買わなくてもいいんですけど、まあ今回試しでやってね、今後使っていくんで、まあいいでしょう。1万円チャージしていきたいと思います。はい、これでね、チャージ完了っていった形になります。ですので今ね、 au pay の方に1万円のね、残高が入金されました。で、ここからですね、7個もしくは和音にね、チャージしていただくんですけども、こちらからね、Apple Pay でね、チャージしていきますので、Apple Pay でね、チャージしていきましょう。で、私の場合はですね、和音でね、利用させていただいておりますので、和音のアプリですね、開いていきます。はい、そうするとですね、こちらね、Apple Pay でチャージっていうのがね、あると思いますので、こちらをね、押していきます。そうすると、こういった感じでね、Apple Pay のチャージ画面になりますんで、ここでね、au pay プリペイドを選んでいただいて、1万円ね、チャージしていきます。はい、ということで、チャージが完了しました。1万円のね、残高が入っていると思いますので、これで和音にですね、1万円の残高が入っているっていう風になりますんで、ウォレットアプリをね、開いていきます。で、和音ね、選択していただくと、こちらでね、1枚の残高がね、確認できると思います。ですので、ここでね、ダブルクリックしていただくと、まあ、ワオンでね、決済できるわけなんですけども、1枚ね、支払うことができるっていう風になっておりまして、まあ、今回ね、ミニストップで購入していただくのは、こちらっていう風になるんですよね。こちら楽天のバリアブルカードなんですけども、こちらにね、金額の幅が書いてあると思うんですけども、この楽天バリアブルカードっていうのは、金額が固定されているやつと、こういった感じでね、いくらからいくらみたいな自分で指定できるね、やつがありますので、この点はね、注意してください。まあ、お好きな方をね、購入していただければね、いいっていう風になるわけなんですけども、まあ、購入する金額ね、これは5万円までね、購入することができるんですけども、金額が決まってるやつはですね、確かね、1万円までしか確か買えなかったのかな。まあ、なんか制限がありますんで、もしね、高額1万円以上ね、購入される方は、この、自分で選べるやつを選んでいただいて、まあ、店員さんにね、いくらでくださいっていうのを言っていただいて、まあ、この和音でね、決済端末でピッてやれば、こちらはね、購入することができるっていった形になります。で、今日ね、実際に購入してきました。で、レシートの方ね、ここに出していただきますけども、まあ、こちらね、見ていただければわかる通り、1万円のね、楽天キャッシュを和音でね、決済しているように出てると思うんですけども、で、和音ポイントのところをね、下の方に見ていただきたいなと思うんですけども、基本ポイントプラス50ポイント、ポイントアップ分、50ポイントということで、1万円分の和音を購入しても、1% のですね、和音の還元がね、このミニストップの場合は取ることができるっていった形になります。これね、非常に大きいですよね。で、この楽天キャッシュで楽天証券投資信託で購入できるっていうのは、上限が5万円までっていう風になっておりますんで、5万円以上はですね、この楽天キャッシュで積み立てることができないっていう風になりますんで、マックスは5万円なんですよね。ですので、1% 還元ね、5万円で取れるっていう風になりますんで、このね、和音ね、マックスでやっていただくと、1% でね、500ポイント取れるっていう風になりますんで、こちらね、非常に強いですよね。この和音ポイントっていうね、この貯まるポイントはですね、ポイント交換もね、することができるポイントでね、付与されるっていう風になりますんで、こちらのね、ポイント交換のルートのね、画像があると思うんですけども、Dポイントにもですね、交換することができるっていう風になりますんで、ジャルマイルもね、交換することができますし、イオンスゴカカードがね、必要にはなるんですけども、ANA マイルもね、交換することができるっていう風になりますし、もちろんね、ワオンにチャージしてね、利用することもできるっていう風になりますんで、まあ、用途はね、お好きな方、ようにね、利用していただければいいんですけども、ここもね、1% 還元が取れるっていうのはね、非常に大きいですよね。はい。ですので、まあ、できればですね、ワオン、ミニストップがね、近くにある方は、ワオンでね、利用していただければな、なんていうふうに思います。で、こちらをね、購入して後なんですけども、このね、後ろに QR コードがね、ついていると思います。これを読み込むとですね、この購入した金額がですね、楽天キャッシュの方にね、チャージされますので、ここの下のね、これを削っていただくと、まあ、番号が出て、それを入力すると、チャージすることがね、できるっていった形になります。ということなんで、実際にね、やっていきましょう。
はい、楽天ギフトカードということで、これですね、受け取り画面進むを押していただきます。まあ、そうするとね、楽天のログインになると思いますので、楽天のね、ログイン、あ、もうログインされてますね。はい、あの多分ね、ログインしてない方はログインになると思います。で、下のね、ピン番号を入れていきます。これちょっと削った方がいいですね。あ、これ削るやつじゃないんですねなんかペリペリで剥がすやつでしたね。はい、ということなんで番号を入れましょう。では次に行きます。同意して受け取る。これで1万円のね、残高が入りましたということなんで、これでね、楽天キャッシュにね、チャージすることができましたので、これでね、楽天証券で投資信託をね、購入していきたいと思います。それではですね、楽天証券の方に、ログインいたしました。まあ、こういった画面になると思うんですけども、投資信託ですね。はい。で、投資信託、積み立て設定ですね。はい、で、ここですね、チャージ方法、楽天キャッシュっていうのがあると思いますので、こちらを押しましょうか。あ、これで大丈夫そうですね。チャージ方法の設定ということで、これですね。そう、このね、楽天キャッシュでね、残高キープっていうのができるんですけども、これね、やっちゃうと、残高が下回るとですね、楽天カードからチャージされちゃうんですよね。ですので、これはね、まあ、お好みになるんですけども、まあ、私はね、設定しないんですけども、もしね、積み立てNISAとかをしていて、まあ、絶対積み立てしたいっていう方で、あの、一回の機会もね、逃されたくない方は、まあ、設定しといてもね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、これ1時間だったかな。結構ね、すぐね、チェックが入って、1時間に1回ぐらいで、設定してる金額の、残高が下回ると、もう楽天カードでね、チャージされちゃうっていう風になりますんで、まあ、ここはね、ここもお好みにはなるんですけども、私はね、ちょっと設定しないでね、行きたいなと思います。ですんで、私は設定しないので、これは戻った方が良さそうですね。あ、これですね。積み立て購入。銘柄から。これでいいですかね。EMAX3。うん、これでいい。あ、これでいけますね。楽天キャッシュっていうのがありますんで、これを選んでいきます。で、毎月のね、支払い日をね、選ぶことができますんで、まあ、ここはね、お好きな日にちでいいと思います。で、金額を次のページで決める感じですね。で、今回ね、私は仮に1万円でね、やりますけども、まあ、先ほどもね、言ってると思いますけども、楽天キャッシュで、積み立てができるっていうのは、毎月ね、5万円までっていう風になっておりますんで、5万円以上ね、利用することができませんので、まあ、ここはね、お好みにはなるんですけども、この点はね、注意してください。一月ね、5万円まで利用することができます。ですので、年間1人60万円まで、まあ、ご夫婦までね、このマリオットアメックスとか、家族カードもね、無料の方は、ご夫婦でやられると、決済仕様で年間120万ね、積むことができるっていう風になりますんで、結構でかいですよね。ヒルトンアメックスプレミアムだと、あと80万円使えばダイヤモンド維持できるっていう風になりますんで、結構でかいですよね。はい、ということで次へ押しましょう。ということで、私はね、特定でやります。ちょっとね、私は積み立てにしてね、別の口座でやってるんで、まあ、ひとまずこれでね、行きたいと思います。はい、ということで、これですね。こちらさっきね、確認したんで観覧済みになってますね。同意して次へ。はい。ということで、楽天キャッシュチャージの設定に進みますということで、さっきのところ、あ、これでいいのか。はい。そうですね。このチャージ方法を未設定になってると思うんですけども、まあ私はね、設定してないんで、もしね、チャージ方法を先ほどね、残高が減ったら自動チャージみたいな設定する方は、まあ、設定しといていただければなと思います。私はね、設定しないでいきます。はい、ということでこれでいいですかね。1枚になってます。はい、ということでこれで取引暗証番号を入力して、注文するをね、押していただければ完了っていった形になります。ということで入れましょう。はい、こういった感じでね、積み立てすることができました。まあ、こういった感じでね、利用していただければなと思います。まあ、今日やってね、4月の積み立てから開始になるみたいですね。はい、こういった感じでね、利用してください。ということで今回ですね、アメックスのね、クレジットカードを使った決済仕様におすすめのね、アメックス経由で楽天キャッシュを購入していただいて、楽天のね、投資信託をね、購入する方法を解説ね、させていただいたわけなんですけども、投資信託をね、購入してるっていう風になりますんで、まあ、これからね、長期的に運用されたい方であったりですね、積み立てNISAとかね、やってられてない方はですね、ぜひね、これから挑戦してみるのもですね、いいのではないのかなと思います。まあ、一応ね、言わせていただくと、この
今回ね、米国のインデックスのね、投資信託ね、購入させていただきましたけども、この投資っていうのはですね、絶対儲かるっていう保証はね、ありませんので、まあ、こちらね、やるかやらないかはですね、最後はね、ご自身で判断ね、していただければなと思います。まあね、これでアメックスのね、決済仕様ね、詰めるのであればですね、まあ結構ね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ私もね、今後は、夫婦でね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、まあ、利用したい方はですね、ぜひね、チャレンジしてみていただければな、と思います。ということで、今回の方はね、この感じで終わりたいな、と思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.